どうも、かねやんです。明けましておめでとうございます。ということで、2021年がやってまいりました。さあ、去年の6月1日から始まったかねやんチャンネルなんですけれども、2020年、おかげさまで82本動画を更新することができました。いつも見てくださっている方、本当にありがとうございます。今日は新年のご挨拶と一緒に、ちょっとね、簡単に去年を振り返ってみようかなというふうに思っております。まだね、コロナ騒動が日本で本格化し始める前だったと思うんですけど、2月の末頃、僕は地元の福岡に戻っていて、ちょっと実家でね、大事な用事があったのと、あとはもうのんびり友達と佐世保バーガー食べに行ったりとか、中学まで育った糸島っていうね、町があるんですけれども、そこのね、酒蔵行って日本酒買ったりとか、っていう風に1週間ぐらい福岡滞在しました。で、3月の頭に東京戻って、3月の5日だったかな、1本ライブやって、で、こっからね、また東京で気持ち切り替えて頑張っていこうという風に思っていたところ、コロナがざわざわざわとやってきて、あっという間に緊急事態宣言になっちゃいました。で、そこで僕はね、もうそこから先のイベントで歌う仕事とか、CM とかね、イメージ映像の BGM とかいった作曲の仕事っていうものが、もうほぼ全部、わーっと吹っ飛んでしまいました。で、これでもうどうなるっちゃろうかいなと、結構思ったんですけど、まあでもね、日々生きていくしかないので、まあね、なんとかやっていかなければということで、まあでもね、時間がね、あるんで、ショールームのね、生配信を始めたり。そういった流れで準備を進めて、もともとやろうかなと思っていた YouTube、6月1日からスタートしたということでございました。でね、毎日更新ということでスタートしたんですけれども、6月20日、毎日更新始めて20本目の動画を更新した時に、一つ目、毎日更新からの挫折という事件が起こってしまいます。いろいろね、想定して動画のストックも作った状態で一応スタートしたんですけども、音楽関連の仕事がなくなって、生活もしていかないといけないという中で、心の余裕がなくなっていったっていうのもあるし、体調がちょっと崩してしまったっていうのもあって、声の状態っていうのが悪化してしまったっていうのがまあ一番の原因なんですけども、やっぱり心の余裕がなくなると声が出ないなって思うほどにどんどん声が出なくなってって、歌えば歌うほどどんどんね、歌が下手になっていくみたいな。本当に歌が嫌いになるかと、初めて思ったぐらい、結構辛かったですね。まあ、自分でね、言って始めたことなのに、自分で自分のこう首を絞めちゃって、歌が辛くなってっていう、自分にとっては結構大きな出来事だったかもしれません。それでね、6月20日の時点で動画のストックがなくなってしまって、毎日更新からの挫折という一つ目の事件が起こってしまいました。でもね、そこからね、たくさんね、励ましの言葉をいただいて、数日間お休みいただいた後に動画の更新再開したんですけれども、何本か動画更新した後に、また大きな事件が起こってしまいます。パソコンクラッシュ！二つ目の事件。これは本当に想定外でした。まさかここで PC お亡くなりになるとは。ということで、本当にね、結構焦ったっていうか途方に暮れました。うわ、これは終わったって結構思いましたね。まあもちろん、携帯でね、撮って、一発で撮って、更新するっていう方法はね、もちろんあるんですけど、やっぱり YouTube 始めるにあたって、自分の強みっていうのを出していきたいじゃないですか。そうなった時にやっぱり僕は、器用でね、いろんな楽器ができたり、ハモリが得意だったりっていうのもあるので、やっぱりパソコンがないと、こう自分が思う、かねやんチャンネルっていうものがやっぱ運営できないっていうふうに思ったので、このタイミングでの PC クラッシュっていうのはね、本当に大事件でした。まあ、ここからね、この状況を打破するために考えて悩んで、たどり着いた結論が、3つ目、クラウドファンディングへの挑戦。これもね、大きな出来事でしたね。クラウドファンディングで皆さんに支援金をいただいて、かねやんチャンネル存続のためのパソコンを買いたいというプロジェクトだったんですけれども、賛否両論あるっていうのはもう最初から分かっていたことなので、本当にいろんな意見がありました。もちろんね、支援していただいた方、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。感謝、感激、雨、嵐。っていうぐらいです。本当にありがとうございました。でもね、それだけじゃなく、否定的な意見をね、持っていた方っていうのも、もちろん一定数いらっしゃいました。だけれども、そういった意見も含めて、自分自身の中にしっかり吸収していって、これからの活動や人間関係、いろんなね、自分の人生に前向きに生かしていこうというふうに思わせてくれる、非常に自分にとっても大きな挑戦だったし、意味のあることだったなというふうに思っております。それでね、クラウドファンディング、無事ね、目標が達成ということで、そこから新しいパソコンを購入して、動画の更新が再開ということで、あれよあれよとそこからはね、9月に再開して、あっという間に年末来ちゃったっていう感じがしました。
ということで、2021年がやってまいりました。21世紀っていうこともあって、21っていう数字なんかいいですよね。僕は福岡で通っていた高校で21期生だったんですけども、まあ、その高校のね、伊藤ちゃんっていう科学の先生が学年集会の時とかにたびたびね言ってたんですよ。君たちはね、21世紀ね、羽ばたくん21期生なわけだねっていう風に、まあ、こういう喋り方の先生なんですよ。すいません、地元トークでね。そういう風にいつもおっしゃってました。うん。なんでこう21っていう数字はね、なんかこういいですよねっていう話なんですけど。さて、そんな2021年、今年の目標というかね、やってみたいこと、いくつか発表したいと思います。まず一つ目。これはもうライブですね。もちろんね、ライブ再開してる方、たくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、僕は僕なりに考えて、YouTube のね、更新もあるし、自分の今できることを一つずつクリアしていこうということで、3月からライブをしていないんですけれども、今ね、なかなかまだコロナがざわざわとしてきた時期なので、急いでね、さあ張り切ってお客さん入れて会場でやりましょうっていうのはね、すぐには難しいと思うんですけれども、ショールームとかね、YouTube ライブもね、しばらくご無沙汰しているので、できるだけね、早い段階で生の現場にお客さんを入れられるか、配信になるかわからないんですけれども、しっかりとしたライブをね、近いうちにお届けできればいいなというふうに思っております。年末の動画で上げたんですけれども、11月の終わりに栃木のねツインリンクモテギっていうところで国歌をね歌わせていただいたんですけれども、その時に本当に久しぶりに人前で公の場で歌ったんですけれども、久しぶりで気持ちよかったですし、年明けからね少しずつイベントで歌ってほしいっていう仕事がね来ています。まだまだねこれからコロナの状況どうなるかわからないんですけれども、今年はね少しでもねたくさんね皆さんの前で歌う機会が増えればいいなというふうに思っております。さあ次、2つ目。これはねちょっとまだ放送段階なんですけども、クラウドファンディングの第2弾ぜひね挑戦してみたいというふうに思っております。といっても、前回ね初めて挑戦したクラウドファンディングはもちろんね歌っていうリターンで皆さんにねお返しをさせていただいたんですけれども、そもそもの目的が自分のね活動のためっていうことで、皆さんに支援金っていうのを募るっていう形でやらせていただいたので、今年は歌とか音楽で誰かの心を元気づけるようなイベントだったり企画っていうものをぜひねやってみたいと思ってます。自分も何かやりたいなぁとは思ってはいるんだけど、具体的に動くきっかけがないなっていう方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、僕もその一人ではあるので、そういったね方々と何かこう一緒にね企画して、歌だったり音楽のイベントっていうものを誰かをね元気づけるために作っていけたらいいなということで、クラウドファンディング第2弾、誰かのためのクラウドファンディングということでやってみたいなというふうに思っております。さあ3つ目、オリジナル楽曲のリリース、これは必ずやります。2019の終わりぐらいから2020の頭ぐらいにね言い出しはいたものの、結局ね去年はね出す詐欺で終わってしまったので、シングルだったりアルバムだったりちょっと形は未定なんですけれども、必ずねオリジナル楽曲皆さんに聴いていただけるようにリリースしたいと思いますので、こちらも楽しみにお待ちください。ということで、2021年も全力で駆け抜けてまいりたいと思いますので、今年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで、カネヤンでした。また会いましょう。バイバイ。輝いて消えてった未来のために託された